今日は京都の嵐山のですね、鵜飼のことなんですけれども、私がですね、昨年の5月12日に、大阪地検の特捜部にですね、前、山階鳥類研究所所長の奥野拓司氏をですね、奥野拓司被疑者でもいいんですけど、刑事告発しまして、これが昨年の12月6日に受理されているわけなんですね。で、捜査はやられてるっていうんですけど、その捜査の一環としてですね、今年の1月の29日に、嵐山通船株式会社にですね、大阪地検の捜査が入りまして、いくつかですね、証拠物件としてですね、例えば嵐山通船に対する山階鳥類研究所とのやり取りですね、山階鳥類研究所から嵐山通船宛てに来ている資料、文書もあれば、あるいはですね、嵐山通船、新しくですね、執行部が変わってですね、現在の小島社長の側からですね、山階鳥類研究所に不可解なですね、出費についての問い合わせをしている、書面、あるいはですね、これは本当に間抜けなんですけどね、奥野拓司がですね、たくさん残したですね、メールのやり取り、こういうものがですね、書類にされてですね、証拠物件として抑えられていたんですが、それらの、全部かどうか分かんないですが、一部がね、昨日大阪地検特捜部から嵐山通船に返還されたそうなんですね。そういうことも含めてですね、私もですね、改めて詳しく見る、ちらちら見てるのもあったんですけどね、詳しく見ることができる文章が出てきたので、これをもとにですね、この大阪地検がなんで返してきたんだっていう話とですね、それからこの中身についてね、皆さんと情報を共有するためにですね、小島社長のご説明を受けてですね、ちょっと話をしてみたいなと思ってるんですね。で、その上でね、これからどうしていこうかという話もね、ちょっと今の考えをちょっと意見交換しようと思います。ということでですね、小島社長に今電話をつなげておりますので、電話でインタビューしながらですね、お話を伺おうと思います。すいません。篠原でございます。小島社長でいらっどうしゃいぞますよろしか。くお願いします。どうも。お疲れ様です。そんなにご無沙汰でもないんですよ。いやいや、ご無沙汰言った方がいいでしょう。元気で、な声聞いてもらおうが、まだい1や、年ほ経っら、てそるりゃとそうこななんんだけで。どね。本当にね、近くだったら毎日でも行っちゃうとこなんだけどね。残念でしたね。今回ですね、いただいて、今度はっきりしたね、コピーでいただいてるんですけども、これ、大阪地検が返してきたですね、証拠書類の一部なんですよね、今日いただいてるものはね。そうですね、一応、段ボール4つ分持って帰ったんですけど、ああ、そうですか。今年の1月29日に、ええ、ええ。これで今日でも全て帰ってきましたね。あ、そうですか。これで全部で帰ってきたということでね。これもやっぱりね、今改めて見させていただくとね、いろいろですね、疑問点がね、改めて浮かび上がる文書ではあるわけなんですけどね。これについてちょっといくつかね、お聞きしたいと思うんですけども、すいません、お忙しいとこね。いや、全然大丈夫ですよ。ええ、それでですもう迂ね。回も今営業終わったんで、あ、家帰っそうてですますか。んで。それでね、最初にお聞きしたいのはですね、まだこの、2020年、令和2年の6月10日でですね、こういう文書があるんですね。これは、当時まだですね、嵐山通船、執行部変わったばかりですけども、まだ奥野拓司氏が山階鳥類研究所の所長だったわけですよね。で、その所長である奥野拓司氏にね、一体この会社に残されたですね、記録に基づくこの支出はこれどういうことですかって説明を求めているものがあります。あります。で、これですね、主にはですね、湯川元社長が総勘定元帳にて、奥野様方に支払った金額ですと真偽を確認したいと。いうことですね、主にね。それからですね、奥野拓司様、奥野慶太郎様、息子ですね、の給料等がなぜ嵐山通船株式会社の負担なのかとかね、いうことですね。これらについてですね、奥野氏側からは返事はないわけですね。全くなしでしたね。全くなしでそすのか。当時電話に出られたのが峰崎さんですね。峰崎さんは奥野さんと今こっちにいないんで連絡取れないから言うて、奥野さんには連絡します言うて、それ以来一切連
連絡なしでしたね。ああ、奥野さんには連絡しますって言ったんだ。はい。ああ、それでですね、この中には例えばこんなものもあるわけですよね。まあ、奥野氏自身に対するですね、いろんな支出、例えば手土産で、まあ、お菓子代とかね、宿泊代とかね、まあ、6万とか1万円前後、はい、まあ、なんかあれですよね、こう見ると、ちょっと冗談めかして言うと、接待代も安いところもあれば高いところもあるわけですよね。いろいろありますよね。花の前なんていうね、ホテルもあるしね。うん、大衆的な居酒屋での食事代だったり、あとですね、ホテルオークラ、もうこれ高、あんまり高くないのか。でも結構高い料亭なんかもありますよね。熊彦ですか、はい、熊彦の8万円近くとかね。はい、でもやっぱりこの中でね、一番目引くのはね、紀子妃殿下お土産が2万とかね、悠仁親王のですね、これ模型だったと思うんですね、鵜飼の船のね、竹細工ですね、竹細工4万円とかね、はい、で秋篠宮邸プレゼントがやっぱり19,880円、秋篠宮殿下100万円ってのありますよね、これね、はい、うん、これについて全く説明がないんですね。そうですね、だからそれについて、うん、嵐山通信が説明ないけど、山品鳥類とか一般社団法人の中で説明があったみたいで、うん、まあ、私を刑事告すると、名誉毀損で。ああ、名誉毀損で。そういう話が中ではあったみたいですんでね。うん、でもこれで、だって名誉毀損にならないじゃないですか。会社の元帳にあって、それについて、だって紹介してるだけじゃないですか。まあまあ、自分、うん、奥野さんにすれば自分のことが言われて、プライドが傷ついたんでしょうね。ああ、プライド。どこの人間か分からない人間にね、こんだけ疲れるのが、多分奥野さんの高い高いプライドが傷ついたら違います、一瞬にして。いや、私から言わせれば、私、名誉毀損されてもいいんで言うんだけどね、どこの人間か分かんないのは奥野拓司のことだってね。小島さんはだって嵐山通船、歴史ある嵐山通船の社長じゃない。これ逆だよ。うん、だこんなだって不明なお金を次から次へと取ってね、しかもね、こんなことを、これはこっち出してないですけどね、これ前も見させていただいた奥野拓司氏のメールですよね。でこれは前の嵐山通船の顧問弁護士だった牧野弁護士と、これは前社長の湯川氏に送ってるやつですね。で呼び捨てしてるわけですよね、小島社長ね。小島から僕が所長している山品鳥類研究所に問い合わせがあったもね、研究所の事務局長から連絡がありましたと、連絡はしたわけですよね、要するにさっきのね。で、湯川さん、棚橋さんの名前も出てる、まあ、取締役が名前が出てるために、情報をお知らせしておきますと、小島が代理人も通さないで勝手にこのような捜査、鍵括弧付き捜査だね、をしてるので、僕は森川弁護士に強く抗議しようと思っていますって。だってこんなもんだって、会社はだって後で出てきますけど、山科鳥類研究所に特別参上会員として年間50万円も払ってるじゃないですか。で計250万払ってますよね。で250万払っててね、そういう金銭のやり取りがあり、はい、しかも山科鳥類研究所から報告書も来てるんですよね、いろいろね、来てますよね、うん、お金の使い道のね、うん、ええ、それを考えたらね、これ単なる問い合わせで捜査でも何でもないじゃないですか。まあ、まずそこがやっぱりプライドが傷ついたんでしょうね。プライドが悪いことしてみたいなこと聞かれてる、違います？プライドというか、本当に悪いことしてるから逃げ回ってるとしか、まあ、私には思えないんだけどね。僕の拓司氏は必ずこれ見てると思うから、後で。はい、後で私が名誉毀損に当たるなら、ぜひ告訴していただきたい。と思いますね。こういうのは盗っと竹だけしいって言うんですよ、本当にね。でこそこそね、要するに言いつけじゃないですか、これ小島さんに対して電話してきてね、抗議するのはともかくね、湯川さん、牧野さんね、共闘よろしくお願いしますって言うんですね、弁護士に強く抗議します、共闘、共闘ってなんやねんって、要するに俺はちょっと表に出れないからお前らやってくれっていうことと等しいじゃないですか、これ。まあまあそういうことですよね、結局。だから本当に裏で隠れてコソコソしてはるんでしょうね、うん、今でもそうですけど逃げ回ってるわけですよね、はあ、だからこれね、私思うんですけど、今日は作戦会議的にもやってもいいと思う。これ絶対またね、山科鳥類研究所もね、この間私がですね、表から文書で質問状を書き留めてぶつけてですね、取材要請と、取材応じられなかったらちゃんと答えを出してくれと、できればね、答えられないっていうことについても文書で出せたら全部断ってきてるわけですよね、はい、うん、でこれもおかしな話なんでね、これでもね、お金をやり取りした現に証拠があってですね、
で、これも実はあの後でまた見せて、あの後で送っていただけたらと思うんですけど、例えば嵐山通船に対してこの250万円の使い道について報告書を出してるわけですよね。で、報告書を出して、しかも使途の明細も出してると、いう中でね、しかも領収書については保管しておりますっていう一つのね、あの証書も誓約書みたいな証も出してるわけですよね。はい。だから小島社長、これね、こういう本出すっていうことは法的にはね、これをちゃんと見せろっていう権利があるんですよ。まあまあ確かにそうですよね。まして公益財団法人なんでね。公益財団法人なんでね。これを要求されたらどうですか。その例えばそれと合わせてね、この当時2020年当時の所長であるね、奥野拓二氏に払ったこのお金について、その真偽について。山科鳥類研究所はちゃんと説明してくださいということを要求されたらどうでしょうね。まあ、うちの弁護士さんから、まあ、初めから聞いてるのは、うん、まあ、嵐山通船としては湯川被告は、まあ、直接関係あるから訴えることができると、検察官まで、うんうん、けど奥の拓二被疑者に関しては、うん、まあ、僕は直接喋ったこともないし、うん、会ったこともない、うん、ないので、うんうんうん、まあ、そこまで請求できるかと言うたら、向こうが拒否されたら私にはする権利がないというのを弁護士さんに言われてたんですよね、うんうんうん、だから、まあ、奥の田口被疑者にはもう全然私はタッチしてないんですけど、だから湯川被疑者の方の裁判から、うん、そう、奥の被疑者の方に行こうと思ってるんですけど、うんうん、まあ、裁判は別としてね、これさ、だって問い合わせは裁判じゃないからね、はい、うん、問い合わせは裁判じゃないし、話の遺憾によってはこれ裁判になっちゃう話にもなりかねないんですけど、何しろ奥野拓二という人は山科鳥類研究所所長っていう肩書きを、公的な肩書きを使ってね、こういう資質を求めてきた、ね、求めてきたわけだし、うん、しかもこれ資質先に名前としてね、山科鳥類研究所の総裁である秋篠宮文仁殿下の名前も出てくるわけですよ。で、これちゃんと文仁殿下のところ行ったんですかっていうことは、実際現金を出した立場としてはこれ問い合わせる権利もあるし、それに応える義務はありますよね、公益法人ならね。まあそうですよね。またその辺は弁護士さんと相談して、ええ、弁護士さんの方から書いてもらう可能性はあると思うんですけど、まあ、それやったらいいと思いますね、私はね、はい、私は相談してますね、うん、弁護士さん、うん、本来ね、私は一取材者であってもこういう資料に基づいたね、まあ、質問に対して答えないということ自体も公益財団法人としてはね、おかしな態度ですけれども、嵐山通船は法人としてですね、特別参助会員であったわけだから、その経過についてですね、責任があるわけですよ、山科鳥類研究所はね、お金もらってるしね。まあ、確かに言われてみればそうですよね。だって250万払って返ってきてないわけじゃないですか。ね、250万のうちね、50枚いたか200枚いたかな、うん、僕返してもらいましたよ。半分ぐらい返してもらったんだ。社長に会った時に、うん、もう辞めると言ったから、辞めると言ったら、うんうんうん、誰やったかな、向こうの会計の誰かが、うん、うん、100万やったか150万やったかな、ちょっと金額覚えてないんですけど、うんうんうん、返してもらいましたよ。まあ、それもあれですね、ちょっとまた今度教えていただいて、これ山科、答えないんだったら、私は今月ちょっといろいろ相談してましてね、山科鳥類研究所のいわゆる指導官庁があるわけですよ、管轄官庁はね、これ文科省なんですよ。で、文科省にちょっと問い合わせをするっていう手はあるんですよ。なるほどね。何しろ税金が8億入ってる団体ですからね。そうですもんね、はい、うん、で8億もらっといてよそからも取って、それをなんかいい加減使ってるって言ったら8億が出せなくなるんですよね、国としては。まあ、明細見てても全然僕の研究にも関係ないことが多分いっぱい書いてあると思うんで、ね、見直してびっくりしたんですけど、全然関係ないですよね。それと、はい、それとね、あともう一つね、今日いただいた資料で気がついたんですけど、これなんですね。こう御社の前社長の湯川氏からですね、山科鳥類研究所にこれ正式に、まあ、山科鳥類が求める形で作ったものだと思うんですけど、発注書ってもあるわけですよ。要するに鵜飼文化の比較研究についての発注書で、これって曖昧なこと書いてないんですよね。要するに実はここに2つのことをお願いしてるんですよね。
ちゃんとですね、迂回サミットで、報告してほしいと。まあこれは多分一応果たされたことになるのかな、あの奥野拓司氏の話で。まあそうですよね、奥野圭太郎氏が喋ってましたね、ほとんど。まあ奥野拓司さんも喋ってましたし、うんうん、まあまあ山崎さんいう方も喋ってましたんで、うんうん、ただね、まあある、うん、これね、まあ、ある程度僕も話聞いたんですけど、うん、まあちょっとだけ僕も勉強になる話はありましたよ。あ、なるほどね。 であとね、はい、問題はね、この中間報告っていうのはね、口頭および資料配布っていうことで、迂回サミットでね、果たされたとみなせるんだけど、こちらの下に書いてあるのは最終報告書なんですよ。はい。これは、嵐山通信の方に来てます？いや、僕は見てないですね。見てない。ゆかは前社長はどうかわからないんですけど。持ってっちゃったのかな。棚橋被告が、うん、まあ、ゆかは被告が辞める前に、段ボール3つか4つ勝手に会社の分、うん、全部持ち出してるんですよ、うんうん、それは自分で裁判でも証言してるんですけど、うん、一般社団法人の命令で持ち出したと、うん、だから多分その中に重要資料がいっぱい入ってたと思うんですよね。あ、じゃあこれは あるかもしれないよね。そうだから警察は一応窃盗の疑いもあるから、うん、その言葉も棚橋被告を呼びつけて、うんうん、一応聞くと言ってましたんでね。あ、これはちょっとね、うん、でもねこれね、もし本当にあったとしてもね、このね、最終報告ってね、私ね、研究機関がやるようなことじゃないなと思うんですよね。なぜかっていうとね、これね、最終報告書を2022年に出すってなってるんだけど、はい、研究成果の報告書とともに、鳥による観光文化振興策提案って書いたんですよ。僕、全然それぞれ読んでないんですけど。これね、読むとね、本当にね、情報の方向でね、この人たちがいかにインチキばっかりやってるかってよくわかるんですよね。大体ね、鳥類学とかを中心に比較文化人類学とかそういうことをやってるところはね、観光文化振興策をね提案するってね、一体あんたら観光コンサルタントなのかって話なんですよね。まあまあそう言われたらそうですし、まあまあ京都の場合は京都市観光協会の長谷川さんにも一応副理事長として入ってたんでね、うん、メンバーに、うん、これはだから一般社団法人の例えば迂回観光文化振興協会がやるなら分かるんだけど、これってこの発注書によるとね、山科鳥類研究所が観光振興策を提案しろって言ってんだよね。へえ、そんなふうに書いてあったんですか。うん、そんなふうに書いてあるの。申し訳ない、僕全く読んでないんですよ。いや、そういうところはこれってほとんどインチキですよ、私に言わせると。どういう資格があって何をやるんだと、これ問題できるんですよ、これ。うん。うん。ほとんど詐欺じゃないのって話なんです、これ。まあ、もうそういうとこも多分大阪市警特捜は見てくれてると思うんですけどね。でもこれ返してきちゃったからね。